千葉県行くか。で、出ねえわ。怒っちゃった。嘘だろ。嘘でしょ。なんで、あ、来た来た。もしもし。はい、はい。はい。はい。なんか、コメントありがとうございます。はい、いいえ。ええ。あの、コメント、運転してますもんね、今ね。IC しないですよ、私は。ええ。ただ、お友達が、一応そういうふうに、書いとけばって言っただけで。ええ。別に王子さんもある。お友達？私、まだ最近なんですよ。ふわっち見て。そうなんです。まだ仕事が半年経ってないんです。お友達と一緒に見てるんですか？お友達が配信してて。あ、そういうこと。リア友が配信者なの？友達がね。うん。うん。ほんで？それでなんか事務所に勧誘するために。事務所に勧誘？誘われたんですけど。うん。未だに配信するつもりはないので、うん、それで誠司さんの枠をたまたまお邪魔したときに、うん、誠司さんが仲良いお友達に、うん、このアイテムをただ投げてるだけで、うん、そんな利用しようとか、うん、そのなんていうの、売買とか、うん、そういうのは一切ないので大丈夫。ないですか？ありませんよ、別にそんな。誠司さんにご飯を作ってあげたい。誠司さん、うん、そう、あ、誠司さんの市長さんですよ。二人に。いや、後付けしましたよ。そう、別にその恋愛とかそういうの、なんだろう、あの、女としては別にそういうじゃなくって、ええ、ただちょっと時間があるから、ええ、あの、いつもお邪魔したいなと思っただけで、本当それだけなんで。あ、はい、気にしないでください、大丈夫です。市長さん言うてますけど、いや なんでそこまでして来られたいのかなと思って、急に。え、なんでそこまでしてこう諦めないのかっていうのがちょっと。諦めない？昨日から。昨日は なんていう話もある？諦めない。いや、諦めないとかじゃなくて、市長さんが誠司さんと明日話してくださいって言ったから、お話しただけで。なんで怒ってるんですか？不採用もらったかじゃなくて、多分。怒ってる？あの、ピリピリしてるの。あ、違う？なんかピリピリされてる。あ、じゃあ、してないんですよ、こういう口調なんて。いつも友達にも、なんでいつも怒ってんのってよく言われるくらい、口調がちょっと強いのかも。全くあのそういう気持ちはないので。ちなみに、バツさんです。バツさんです、まあ、昨日言ってました。誰なんですか、お友達って。ちなみに、お友達って誰って、多分知らない人ですよね、口調さんとか。いや、もしかしたら知ってるかもしれない。傘主？傘の方？いつもだって、そうです、7、8人なんで。はい。今、ハイチュウ食べてます？いや、飴舐めてます。飴、ああ、くちゃくちゃ空気が漏れちゃうんですね。切って、すいません。何の飴ですか、ちなみに。いや、普通の喉飴です。喉飴。喉飴。はい。え、怒ってもなんでもないんで、事務所に勧誘されたんだよね、友達にね。勧誘されたんですよ、うん、でもそんなのめんどくさいし。その6人とか7人とかの視聴者で事務所に入ってるんですか、友達が。そうなんですよ。どこの事務所？なんか時給みたいですよ、時給。時給6人か7人しかいないで時給が発生するの？なんかよくわかんないけど、うん、なんか事務所入ってますね。そうなの？はい、はい、そういうあの配信の世界の事務所、私わからない。どこの事務所かわかります？ああ、わからないですね。いや、それふわっちでしょ。
フワッチでしょ。閲覧6人でもいいの、時給出るの、配信したら。出るところあるんですって。嘘、入ろうかな、もう。本当、どこ、ワンライブ、ワンライブ出るんですか。事務所の名前わかんないの。ああ、引きも教えてもらえるんだ。教えてもらってよ、俺も入りたい。相手が止まなくても分かんないでしょ。入りたい、自分で探してください。バイトしたい。今暑いからやめた方がいいんですよ。やめた方がいいですか。時給いくらなんだろうね。時給最低賃金じゃないんですかね。加藤しか入れないんだ。ダメだわ、大手さんは。分からないですね。どうします、はい、さん。梅ママ、車は持ってらっしゃるんですか。車ある。大丈夫、大丈夫。あの、うん、大丈夫です、私は。あ、なんか拗ねちゃってね、これ。拗ねちゃってる、これ。拗ねてないですよ、拗ねる理由がないもん。断られて、当然だと思って、なんで当然なんですか。分かんない。なんで当然なんですか。いや、やっぱりおばちゃんはと思ったから。おいくつなんですか、ちなみに。誠治さん、誠治さん43でしたっけ。43、そのあたりですね、私も。あ、同級生ぐらい。いや、同級生、上か下かどっちかですね。もっと言ってるんじゃないっす。もうみんな好き勝手、まあ、別にどうでもいいんですけど。結構怒っちゃうタイプですね、なんか。怒んない、怒んない、怒んない。でも顔は映っちゃいますけどね、加工とかなしで。大丈夫なんですか。ご自分の顔は映っちゃいますけど、うちに来られたら。料理作るだけとかじゃなくて、そういう姿も映っちゃいますけど、はい、大丈夫なんですか。いや、大丈夫か大丈夫じゃないかわからないけど。いや、そこがわからないで、後でトラブルになっちゃうんで、なんかコメントでいろいろ言われてね、守ってくれなかったと。木曽さん、ひどいなって対応が。そういうのは今まで何ヶ月かですけど、いろんな配信してる方のところお邪魔して、いろいろあるんだなっていうのは分かってます。で、その匿名のコメントっていうのはやっぱり制御できない部分もあるんでね、ある程度は。そういうコメントは心が病んじゃうってことでしょ。心が病んじゃうんでしょ。方もいらっしゃるので、その辺強い方だったら全然問題ないと思うんですけど、はい、後でね、あなたたちのせいでどの子のって言われたら、どうのこうのって、病んじゃってね、どうしてくれんだっていう話にならなければいいんですが、大丈夫そうですかね。そうです。あの、とりあえずっていうか、みんなそう思っていると思いますよね。ん、何もないわけないからね、コメントでも。いや、大丈夫だったらいいんですよ、気にしない方だったら。いや、そんなの気にしてたら、そんな私やりますなってコメントしませんよね。ただ私本当にあの、いや、だって今ちょっと上なんじゃないって言っただけで、ちょっと態度がピッて変わったから大丈夫かなと思って。もう一回言ってください。いや、ちょっと今年齢のことをつついたらちょっとイラッとされてたんで、大丈夫かなと思って。イラっていうか、別に年齢、あの、なんだろう、多幸とか別に。いや、なんかちょっとペラッと好き勝手嫌がってって言葉が聞こえたんでね、大丈夫かなと思って。好き勝手、大丈夫です。あ、皆さん好き勝手なこと、好き勝手なこと言うっていうこと、っていう言葉がポロッと今出ちゃってたんで、大丈夫かなと。それは、だってそれは本当のことじゃないですか。まあそうですよ。ババアだろ、汚いだろ、帰れだろさ、そんなのごく普通の会話ですよね、そうやって。大丈夫ですかね。じゃあ今のところ、あの、梅ママさん、いや、あの、
梅本さん、こうしましょう、はい、今のところ暫定で首位の椅子に座ってるということで、次いい方が現れなければ梅本さんで暫定で首位っていうか、はい、暫定で首位っていうか、なんか応募が殺到してると思ったんですよ私。いや結構来てはいるんですけど、一応 キープっていう形で、えキープだって、その際はありますよきっと、うん、選んでください。わかりました。もしどうしてもってことがあれば、はい、こちらの方から要請しますんで。そんな大丈夫です。気を使ってくださってるのかな。いや、使ってないです、ね。おばちゃんは結構たくましいんで大丈夫ですよ。ああ、わかりました。はい。はい。はい、どうもです。さよなら。失礼いたします。いろんな方がいる。ちょっとプライド高いかもね。やっぱお電話するのって大事ですね、うん、来られる前に、ね、どんな人が、うん、電話の面接ね、こいつちょっと怒ってた、バカにされたくないですよね、ちょっとね、ちょっと篠さん似てた、ヒロミさんに似てるよね、ちょっと声がね、あでも課金してくれる人あるんですよ僕に、結構ね、梅本さんね、うん、ネタにされたくないですよやっぱり僕の投げてたんだから、貴重さん多分ねそれをね思ってくれて、あの落選させてくれたんだよ不採用、僕の投げてたんだから、うん、優しいね貴重さんね、何位ぐらいの方ですか、ちょっと見てもらって、ちょっと一応確認、まだ確認してないですよね、はい、テイさん今月結構でも上の方だと思います、あ、本当ですか、ええ、ですね13位です13位、今月まだ始まったばかりで、あーなるほど、7月は7月はですね、37位、はい、なるほど、だからそこそこですよね、そこそこなラインですよ、そうだから大切なお客様だからね、機長さんがここに来るとね叩かれてしまうから、そういなくなっちゃうかもしれないね、そうそう、それを踏まえて不採用、大事にしたいですからね、優しい、ありがとうございます。今来たかったね、あのモヒートお願いします、おはようございます、ね、なかなかね素敵なお客様、モヒートありがとうございます、そろそろ来るかな、今受け取りに行ってるみたいなんで、もう引いてあげます、めちゃくちゃ早いちゃった、昨日そうめんだからさ、腹持ち悪い、うん、皆さん薬飲んでさ、年齢制限いる？いらないでしょ、腰が曲がってなきゃいいんじゃないの、うん、自走できればね、あの全部バリアフリーじゃなきゃダメだっていうぐらいの老婆じゃなければ大丈夫でしょう、ね、うん、ちょっとの段差がきついとか、あと、うん、車椅子だからちょっとね移動が困難だとか、うん、階段なんでね玄関の、うん、杖ついてなきゃいいでしょ、うん、吉井さんダメでしょ、うん、機長さんからリアス、あ、おはようございます、ありがとうございます、あ、すごい人来てる、あそこの投げてたんだ香川さんも、すごい人、私はさ、うん、多分めっちゃ投げてる、ありがとうございます、ありがとうございます、金塊抜かないでくださいね、金塊抜きたいです、